あのちょっと俺喉乾いたからお前ジュース買ってこいよ。いや狼のしょんべんでも飲んどけ。そんなことより、うん、あのマンションの最上階ってこれ実は一番泥棒に狙われやすいらしいの、うん、あ1階の方が狙われやすそうだけどな。確かにこれ1階は侵入はしやすいけどでもその分人目につくじゃん、うん、でも最上階はもう屋上にさえ出られればあんまり目立つことなくこうベランダとかに侵入できちゃうから、うん、実はこれ最上階の方が狙われやすいらしい。あじゃあ誰でも屋上に出入りできるようなマンションは結構危ないんだ。そうでも思ったんだけどこうマンションの最上階ってなんかお金持ちの人が住んでるイメージあるじゃん。まあそうだな、うん、だからこれもしこう屋上から侵入しようとしてる泥棒をこう捕まえたら、うんうん、そう最上階に住んでるお金持ちの人がありがとねっつってこうチップとかくれると思うんだよ。まあもし本当にお金持ちだったらな、うん、だからこれなんかこう屋上ハンターみたいなビジネスにできないかなと思って。いや屋上ハンターっていうのかよ、うん、今適当に考えたんだけど。いやでもそれ屋上で泥棒が来るの待ってなきゃいけないからだいぶ効率悪いと思うけどな。あ、だからそこはもう自分で泥棒仕込んでこう自作自演でやっちゃえばいい。いや何が屋上ハンターだよそのただの詐欺だろ。いやちょっと悪いんだけどこの作戦にお前泥棒役で参加してもらってもいい。嫌だよバカ、そんなことしたら俺犯罪者になっちゃうだろ。じゃああと練習だけしときたいからちょ泥棒役で練習だけ付き合って。まあ、練習ぐらいなら別にいいけど、うん、あのまず最初こう2人で屋上で、うん、で暴れんの、うん、で最上階に住んでる人があなんか上が騒がしいなっつってこう屋上確認しに来たところでこう泥棒捕まえてるってポーズ取るから。ああじゃあ下に振動を送ってそう最上階の人を屋上におびき出せばいいってこと。あそういうこと、うん、実回やってみよう屋上だと思う。行くよせーの。あ来た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 。こいつ泥棒です、今すぐ警察に通報してください。いやこの後俺はどうなるんだよこれ俺が警察に捕まっちゃうだろ。こんな間抜けな作戦立てるな。だそこはもう一回人芝居打ってお前のことちゃんと逃がすじゃん。いや逃げるっつっても屋上だから逃げ道もないだろ。どうするんだよ。いや金持ちの人も通報するのに夢中になってるから普通に走って階段から逃げればいいだろ。こんな何のひねりもない作戦で大丈夫か。大丈夫だろ、お前足速いじゃん。いや確かに俺足速いけど、うん、にしてもリスクがでかすぎるんだよ。じゃあ分かった、逃げる練習もしとこう。これもっと抜本的に見直した方がいいと思うこいつ泥棒です、今すぐ警察に通報してください。はい、お願いします。くれ待て、こら逃げるな、逃げるな、こらなんで逃げるの、こら逃げないで、逃げない、こら。こんな間抜けに誰がチップ払うんだよこれお前がチップもらえなくなっちゃうだろ。別に犯人に逃げられても俺のおかげで何も盗まず済んでるわけだから、そこは金持ちの人もありがとねっつってこうチップぐらい払うだろ。優しいばあちゃんをイメージするなお前さっきから金持ちイコール優しいばあちゃんをイメージしてるからチップもらえる気になってるんだよ。金持ちは大体優しいばあちゃんだろ。金持ちはもっとケチで生真面目だよしくじったやつに金なんか払わない。じゃあ分かった、仮にチップもらえなくてもチップがもらえるまで何回も同じこと繰り返せばいいだろ。こんなこと何回も繰り返したらさすがに警察が何かに気づくだろ俺たちがグルならすぐバレるぞ。いやもう考えすぎだろ、絶対バレないから。日本の警察はとっても優秀なんだぞ二人とも捕まって終わりだよ。じゃあもういいや、悪女ハンターは諦めて、普通にこうあのリラクゼーションマッサージ師になるわ。普通ってなんだよお前よ